ってどうやって起きていたの？歴史の細道、案内人の沙織です。歴史が好きな人であれば、一揆という言葉は特に珍しいものではないでしょう。特に戦国時代においても一揆は頻繁に行われているのですが、そもそも一揆とはどのように行うのかよく分かっていないのではないでしょうか。また一揆は実はいくつかの種類に分類されています。そこで今回は一揆についてさまざまな角度から見てみるとしましょう。一揆の種類。一揆にはいくつかの種類があります。まずは土一揆。こちらは主に室町時代の土民による一揆です。土着していた農民はいわば先祖代々その土地で農業を生業としています。その土地の領主や守護大名に対し年貢の軽減や借金帳消しを求めて集団で武力蜂起するものです。百姓一揆は江戸時代の農民の一揆を指すことが多いもので、こちらも領主や代官に対して集団での抗議です。こちらは必ずしも武力蜂起したわけではなく、現代社会のデモや抗議活動に相当するものです。江戸時代となると法もある程度整備されていましたので、武力による蜂起がしにくかったという背景もあるようですが、時には役人を襲うこともあったようです。江戸時代に入ると何度か飢饉が起きましたが、その直後の年貢は農民にとっては重税。そのため飢饉の後に一揆が起きやすかったとも言われています。一揆は一揆でも領主などへの不満ではなく、商人に対しての一揆が打ち壊し一揆です。飢饉で米が不足すると米を買い占める商人も登場しました。現代社会同様、買い占めた米を転売することで大きな利益を得ることができましたので、飢饉は商人にとってはまさに腕の見せ所。どれだけ多くの米を買い占めることができるかで利益が変わってくるものでしたが、そのような商人に対しての憤怒が打ち壊し一揆です。米商人を襲い米を強奪したり、あるいはそのような活動に対しての抗議をして米の価格を下げさせるなどしました。一向一揆もまた一揆の一つです。むしろ戦国時代が好きな人にとっては一向一揆が最も馴染みのある一揆でしょう。本願寺によって組織された宗教組織が権力に対して抗議したものです。相手としては織田信長が有名かもしれませんが、一向宗は信長だけではなく、例えば朝倉や長尾、相良といったさまざまな大名が禁止令を出しています。また上杉謙信や細川晴元といった権力者と争った形跡もあるなど、決して信長アンチということではなく、権力者に対しての武装蜂起です。しかしその一向一揆も1580年に信長によって鎮圧されると、本願寺の分裂騒動もあり、以降は見られなくなりました。その威力の恐ろしさからか、薩摩藩と人吉藩では江戸時代およそ300年にわたって一向宗が禁教とされていたほど。ちなみに初めての一向一揆は1466年、つまりは応仁の乱の前に起こされたものでした。一揆に至るまでのプロセスは、このように一揆にもさまざまな種類があることが分かっていただけたかと思いますが、一揆に至るまでのプロセスとしては様々です。当時は農家同士の横のつながりもありました。誰かがなんとなく不満を漏らしたことで、それまで我慢していた仲間たちも胸の内を吐露し、その規模が大きくなって一揆という形になるのが一般的でした。また他が一揆をしているからという理由もあったようです。自分たちだけで一揆を起こしたところでどうにもならないものの、他が一揆を起こしている、あるいは計画しているのであれば自分たちもという形で、いわば便乗的に一揆を行ったケースもあるようです。
戦国武将が裏で手を引いていたケースも。一揆の理由の一つに戦国武将が裏で手を引いているケースもいくつか見受けられます。例えば秀吉が九州を統一した後の九州の国一揆や奥州仕置き後の葛西大崎一揆などです。新しい領主に対しかつての領主だったり関係者が農民を扇動、一揆を起こすことで新領主を困らせたり、あるいは自作自演的にそれを抑えることで何らかの恩賞を得ようと目論んだものです。特に葛西大崎一揆に関しては表向きでは政宗は関与していないとされていますが、ほぼ政宗が関与したのだろうとされています。政宗が一揆を扇動した背景として新領主への不満を口実に一揆を起こさせるものの、それを自らで鎮圧し勲功をアピールしたいとの狙いがあったとする説が一般的です。領地転換の後はどうしてもバタバタするものです。その隙にトラブル、アクシデントを起こさせることで何らかのメリットを享受しようとしたのでしょう。九州の一揆に関しては何らかの目的があったというよりも単純に秀吉に対しての抗議行動的な側面が強いとされていますが、このように一揆は時には戦国武将もうまく活用していたものであることがわかります。一揆によって得られるものは、現実的に一揆によって得られるものは決して多くはありません。むしろその後領主や代官にマークされてしまうケースも珍しくなかったとか。一方では飢饉の後には多少の減免を得たケースもあるようです。先にもお伝えしたように飢饉は農民にとっては年貢はおろか生死に関わるものといっても過言ではありません。今日でさえお米の栽培、収穫には時間がかかるのです。飢饉によって収穫できなかったら1年間の努力が水の泡になってしまいます。年貢はおろか生活へのモチベーションが低下してしまうのも無理のない話です。それだけに飢饉が起きた時に関しては領主としてもある程度は考えざるを得なかったのでしょう。一揆は実害よりも風評が怖かった。一揆に関しては実害という点ではそこまでのものではないケースが多いです。もちろん一向一揆のような武装蜂起によって城が陥落してしまうケースもありますが、それは例外中の例外。基本的に一揆は建設的なものではありません。しかしです、領主としては一揆は困るものでした。その理由は実害よりも風評です。武士は体面を気にしたものです。領主として領民から一揆を起こされたともなればプライド丸つぶれです。また江戸時代ともなれば何が原因で改易になるかわからない時代です。一揆にならないよう前線を敷くことが求められたのも農民のためにというよりも、農民が一揆を起こさないことで自分の領土を安泰にとの思いもあったのではないでしょうか。江戸時代は隣接する大名がそれぞれ監視し合っていた時代でもあります。一揆が起きてしまったら幕府に隠すことは不可能でしょう。それだけに領主が前線を敷いたのは農民の生活のためにという理由よりも自らの家存続のためだったのかもしれません。もちろんどのような理由であれ前線を敷いてくれるのは農民だけではなく領地の人々にとっては好ましいことではありますが、まとめ、このように一揆も様々です。戦国時代の一揆と聞くと某戦国シミュレーションゲームの影響か常に武力蜂起を連想してしまいがちなのですが、江戸時代に入ると一揆の形も変化し、時には武力蜂起ではなく対話を求めた一揆もあったようです。根本的な話をすれば一揆が起きないようにすることこそ善政なのですが、一揆が起きてしまったらどうするのかもまた領主にとっては腕の見せ所。特に江戸時代はどの藩も財政が厳しかったこともあり、
一揆が起きようものならどうすればよいのか頭を抱えたことでしょう。しかし一方では一揆が起きるかもという点が治世者の横暴を抑えた面もあったのかもしれません。その点では一揆もまた歴史を語る上で欠かせないものなのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。